東京メトロから西武池袋線に直通する全席指定のライナー、Sトレインを以前にご紹介しましたが、その時に何か忘れているな、ということに気がついて、もう一回乗ることにしました。新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除されて2ヶ月が経った東京都内の様子も合わせてお伝えします。というわけで今日は飯田橋から乗っていきます。前回の動画と同じ時間帯のSトレイン107号ですが、2020年3月のダイヤ改正で、停車駅に練馬が追加され、行き先が所沢から小手差しに延長された点などが異なります。乗車していきます。今回は最後尾の10号車を予約しました。西武4万系の10号車には、パートナーゾーンという場所が設けられています。前回パートナーゾーンについて全く触れていなかったので、改めてもう一度乗ることにしたのでした。飯田橋を発車します。今回は普通に転換クロスシートの座席を指定しました。ご乗車ありがとうございます。この電車はエストレイン小手指駅です。停車駅は練馬、白神公園、大谷、所沢、西所沢、小手指です。次は練馬です。練馬の次は白神公園に乗ります。新潟県駅へお見舞いの方は、乗り換えです。なお、この電車は、小田急会社で、乗務員の交通のため、停車いたしますが、ドアは開きません。改めて、これが西武鉄道4万系の10号車に設置されているパートナーゾーンです。西武鉄道のホームページによると、車椅子やベビーカーを利用している方や、大きな荷物を持った方も、安心、快適に利用していただくために設置したスペースだそうです。なお2019年にはオールロングシート車の50番台が装備されましたが、この50番台の10号車にもパートナーゾーンが設置されています。子供さんが車窓を眺めやすいように、との配慮で、パートナーゾーンの窓は従来より大きくなっています。パートナーゾーンは通路が広く、確かに大きな荷物や、ベビーカーなども安心しておくことができます。車椅子を止めるための器具も設置されています。また、赤ちゃんを抱っこしているお母さんが乗っているとき、お母さんが椅子に座ると、赤ちゃんが嫌がって泣くことがあるのですが、中腰でちょっとだけ座れる椅子や、壁に寄りかかるためのクッションがあるので、子連れのお母さんにとても好評だということです。試しにちょっと腰掛けてみました。普通に長時間座るのにはあまり向かない高さと硬さですが、赤ちゃんをあやしながら、疲れた時にちょっとだけ腰掛けて休んだり、車椅子の介助の方が座るのにはちょうどいいのかなと感じました。よく考えられています。乗車マナーを啓発するポスターも、よく見るとパートナーゾーン仕様になっています。こういう普通の列車と違う場所では、確かに子供さんもテンションが上がってはしゃぎたくなってしまうかもしれないので、まさにぴったりのポスターかな。と微笑ましく見ていました。座席に戻って、列車は池袋駅を通過しているところです。普段この駅を通過する列車があるはずない、という大きな駅を通過する列車に乗るのは、なんとなく特別な列車に乗っている気がして、とても気分がいいものです。さて、この動画の撮影日は2020年の7月21日。新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が解除されてから、およそ2ヶ月が経っています。乗っているお客さんの数を見ると、一番端の車両に乗っているせいもあるかと思いますが、かなりまばらです。前回、緊急事態宣言解除直後の E231系グリーン車に乗った時は、ほとんどお客さんが乗っていなかったので、あの時に比べると多少乗車率は上がったんじゃないかと思いますが、こうして見るとお金を払ってライナーに乗るのは、ソーシャルディスタンスを確保して、密を避けるのに効果はある気がします。ただ、この後8月、9月と出歩く人の数はこの時より増えているので、この動画が投稿される頃には、座席はもっと埋まりやすく
なっているのではないかと思います。さて、以前の動画でもやりましたが一応、ざっと座席の紹介です。4万系は、ロングシートと転換クロスシートを切り替えられるようになっていますが、Sトレイン運用の時は、転換クロスシートとなっています。リクライニングはできません。枕カバーには注意書きと、コンセントの説明がついています。窓側の座席にだけ、コンセントが備え付けられています。テーブルはありませんが、代わりにドリンクホルダーがついています。車内には広告や案内を掲示する液晶モニターがありますが、強度セーブ001系ラビューが、その年で最も優れていると認められた鉄道車両に与えられる、ブルーリボン賞を受賞したという案内が掲示されていました。大変素晴らしいことで、とてもおめでたいと思います。乗務員交代のために、小竹向原駅で運転停車します。ここから西武有楽町線に入りますが、西武線に入ると心なしか東京メトロ有楽町線よりも速度が上がったような気がします。練馬駅に到着しました。2020年春のダイヤ改正で練馬駅に停車するようになった Sトレインは、平日夜の下り便だけで、それ以外のSトレインは相変わらず運転停車のみのようです。というわけで今日は西武鉄道4万系のパートナーゾーンのご紹介でした。車椅子に乗った方や、ベビーカーを押している方、赤ちゃんを抱っこした方など、様々な乗客のことを考えて設置されている、面白い試みだと感じました。こういう人に優しい車両が、もっと広がっていくといいですね。それでは、今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、高評価やチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。